27日水曜日は北日本で風や雪の強まり可能性がありますね、はい、そうですね、まあ、これまでのような強い冬型ではないんですけども、はい、少しこう、ね、冬型気圧配置になるということと、まあ、北日本限定なんですけどね、はい、冷たい空気が入ってくるというような状況になってきそうです、はい、で天気図をちょっと見ていただきますと、まあ、1週間通して出てますけども、ポイントとなるのが27日、まあ、高気圧が西にあって低気圧が東にあるというような状況になってます、はい、まあ、いわゆる冬型気圧配置というような形になるんですけども、はい、ただこの冬型気圧配置といえるのは北日本が中心ですよね、東日本西日本は移動性高気圧に覆われますので、ここは穏やかです、はい、ではこの低気圧がどんな形で通っていくかというと、1日前に戻った低気圧、これですね、まあ、弱い低気圧なんですけども、はい、北海道を通って、この東の海上に抜ける際に少し発達をするということで、まあ、北日本方面は冬型になるというような状況になってきます、はい、で気温の方を見、気温の方を見ていきますと、東日本、西日本方面、27、28日あたりのところを見ていきますと、まあ、前日からあまり大きく変わらないんですけども、はい、札幌などは前日から、翌日にかけて最低気温などではぐーっと下がっていくというような、形に変わってくるんですね、はい、まあ、大きく下がるという状況ではないんですけども、はい、この気温変化で、北海道方面などでは、まあ、雪が少し増してくるというような状況になってきそうです。はい、今後年末にかけて、予定を立てられている方もいらっしゃるかと思います。最新の予報につきましては天気アプリウザーニュースにご覧ください。